ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。最近暑いですね。皆さん夏バテしてないですか？しっかりご飯食べてます？私はというとですね、めちゃくちゃ食べてます。お、そうだ、この間の音との動画見てくれました？いやー、音ガチガチに緊張してましたね。恥ずかしがってたのかな。まあ次もいつか出るのでね、皆さん温かく見守ってあげてくださいね。で、そう、育ち盛りの音と同じくらいの量食べるんで、この間音に姉ちゃん太るよとか言われたんですけど、大きなお世話や、ほんまにね。でも食べることは体作りの基礎ですからね。ロートの社員としてたくさん食べた方がいいんです。そういうことにさせといてくださいと。まあそんなわけで、食に関するこんな企画用意しました。地元の健康にいい食材を教えて、体喜ぶフードキャンペーン、イエーイ。まあ用意しましたって言ってもね、考えたのは私じゃなくてロートの先輩たちなんですけどね。改めてキャンペーンについて説明しますね。体喜ぶフードキャンペーンとは、みんなの地元の健康食材をツイッターでハッシュタグ体喜ぶフード、ハッシュタグ〇〇県という2つをつけて投稿してもらうことです。例えばですね、私の地元大阪の食材で私が推したいのは泉州の水なすです。水なす知ってます？知らないでしょう。名前の通り本当にみずみずしくて、フルーツみたいで美味しいんですよ。ナスは健康にもすごく良くて、ナスインと呼ばれるポリフェノールが含まれており、ビタミン A、B1、B2C、またカルシウム、鉄なども摂取できます。さらにアントシアニンが豊富で、抗酸化、血栓の予防、動脈硬化やコレステロール値の抑制が期待されると言われています。生活習慣の予防に最適で、また低タンパク低カロリーなことからダイエット中でも安心して食べられるでしょう。ナスはいいんですよ。形がいいですし、色もいいですし、それに美味しい。あー、ナスの話をしてたらもう食べたくて食べたくて止まらない。ママナスが食べたくなってきたよ。あー、美味しい。そう、ナスって言ったらやっぱり浅漬けも美味しいじゃないですか。浅漬け、皆さん食べたことあります？浅漬け、でもめっちゃやばい。ナスの味噌汁もすごい好き。なんていうか、ナスって食感がすごいふわふわで、とにかく美味しい。夏野菜は体温を下げることから夏バテの予防としても最適です。どうですか、水ナスの魅力伝わりました？こんな風に、まあここまで必死じゃなくてもいいんですけど、地元の健康にいい食材を教えてください。応募してもらえた方の中から抽選で610名様にロートの食製品詰め合わせセットが当たっちゃうんです。詳しくは概要欄にある URL からチェックしてみてくださいね。私も水ナスを武器にこのキャンペーンに参加せねばって思ってます。あ、そこのプレゼントを狙っているあなた、負けませんよ。まあ一応言っておくと、私社員なので応募してもプレゼント当たりません。そう、全ては水ナスの勝利のために。というわけで早速帰って水ナス食べねばー。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばーと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばーと思った人はこちら、ツイッターを見ねばーと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎーと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。